どうもドクタケ忍者隊ドンキ役貝沼豊です。よろしくお願いします。今日はですねこの方をお呼びしました。どうぞ。どうも竹本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今日はですね忍ミュの魅力演出へのこだわりなどを竹本さんにお聞きしたいと思います。いつも僕たちがここ G ロストで舞台をやらせていただいてるんですけども忍ミュの舞台が年々パワーアップしているってこう各方面から聞くんですが、うん、みんなが言うのが映像がすごいよく聞くんですけども、うん、まあシーンが変わった時にどうしようかなって考えてた時にプロジェクションマッピングが本当に大活躍する時代ですので、そうですね、やりたいなっていうことで、ということでですね、ここ最近の忍ミュには欠かせないプロジェクションマッピングですけどもおすすめのシーンを聞いていきたいなと思うんですが、はい、今回は火炎岳忍者隊っていう、まあ、最強の忍者隊が出てくるんですけれども、うん、忍者が森の中を駆け抜けているところとか暗殺するためにこの屋敷に近づいていって、うん、どん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 と山を登っていくとあの屋敷が現れるところ、はいはいはい、そういうところを全部プロジェクションマッピングでやって、はい、全部森の背景を動かして、はいはい、役者の動きとリンクするようにこう全部こう秒単位で作っていったというか、そうですよね、スピード感あってで、気づいたら役者が2人ババンって、はいはい、もう立ってるっていう、まあ、本当舞台ならではそうです、ね、舞台の映像の使い方みたいな、いや素晴らしいなと。こんにちは。1年生があの土井先生の家に集まるシーンがあるんですけれども、うん、まあ、そこで霧丸がアルバイトでホタルを捕まえに行くっていうことで、はいはい、まあ、土井先生が協力してやってくれるんですけど、でもそれをしんべヱが開けてしまって、はいはい、ホタルが部屋中にバーッと広がっていく、ね、ちょっとファンタジックな世界観も、はい、あの映像を取り入れることによってスッとできるので、はいはい、普通あの、はい、マッピングってまあセットに当てるんですけれども、うん、人に当てたいなと思っていて具体的な何かに当てるのがやっぱマッピングの技術の見せ所ですもんね、うん、はい、そうですね。ちょっと静かなシーンでね、はい、まあ、あのバラードというかそれを歌う中で、自分の子供の頃が、舞台上に現れて、まあ、上段に現れるんですけれども、はいはいはい、今の時代と昔の時代とっていうことで、うん、そこをちょっと絵で分けたいなと思っていて、はいはいはい、あの上段は秋のすすきがこう揺れているっていう、はいはい、そういう情景の中で今の自分がいるっていうところをちょっと分けて、うん、上がねちょっとセピアにしたんですよ、うん、色を、はい、で下はちょっと現代的な、うん、あ、色のあたりにしてこのもう額縁にして飾りたいような絵柄ですもんね、はい、うん、そうですね、あの瞬間というか、うん、あのシーンは特に、はい、やり遂げよう。もちろん完璧に。再演の中で新しく書いた新曲なんですけれども、はい、背景だったりとか情景をやっぱり表すのにも非常に便利で、嵐の中から始まるっていう音楽とともに一瞬にしてこう背景が暗雲立ち込める、もう雨雲がバーンと中で、すごく土砂降りの世界から、うん、始まるっていうところを作ってみました、はい、その後に、まあ、モンジローが歌うんですけれども、そこはもう想定モンジローですから青空が広がっていくっていうか、この高さを利用してどん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 上に移動しながら、はいはいはい、高いところに、まあ、移動しながら、まあ、雲を見つめてる2人っていう終わり方にしたかったので、はいはいはい、まあ、天候も変えられちゃうっていう、はいはいはい、そうですね、一瞬にしてね、確かに天気が変わってましたね、変わりましたねいやでもやっぱこのステージの構造を使って上がっていくとちょっといろいろ絵も変わっていくっていう、はい、やっぱ役者の動きに合わせてとか、うん、心情に合わせていろんな映像を出すっていう、ね、そうですね、はい、うん、ということで年々パワーアップするミュージカル忍たま乱太郎をこれからも、楽しみにしていてください。それでは本日竹本さんありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。